最初の単語はこちらです。スキャブル、巻き散らす。高校時代の友人で、高校なんて初めて彼女ができたってやつがいてね、もうめっちゃ嬉しかったんでしょうね。友達とかにも、付き合った付き合った付き合ったっていう風に言いふらして、その噂を巻き散らしてたんですよ。対して友達じゃない奴らにも、付き合った付き合った付き合ったって言って、その噂を巻き散らしてたんですよ。でもね、その彼、一週間も経たずに振られてしまったんですよ。スキャッターと噂を撒き散らす、スキャッター撒き散らす、はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。キュート、鋭い。僕ね、ペットのウサギ飼ってるんですよ。もう可愛くて可愛くて、その可愛さがね、胸に突き刺さってくるんですよ。キュートは鋭いって意味ですが、これ実はキュートが隠されていたんですね。で、このキュート、可愛いって意味は、もともとアキュートから来ている言葉なんですね。実は若者が胸に刺さるぐらい可愛いっていう時に、キュートっていう言葉を使い始めたのがきっかけで、今に至るわけなんですね。キュート、鋭い。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ドネイト、寄付する。こちらは、シティテンシリーズですよね。ドナーです。ドナーカードっていうのは知ってますよね。ドナーカードっていうのは、臓器提供意思カードのことですから、自分の臓器を寄付しますよっていうことですね。そしてもう一つ、ヘアドネーションです。長い髪の毛を寄付することをヘアドネーションって言いますよね。ドネイト、寄付する。はい、覚えた。続いての単語は、こちらです。リプロデュース、繁殖する。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。繁殖するっていうのは、動植物がどんどん新しく生まれて増えていくことを意味します。リーが再び、これリサイクルのリーと同じですね。で、プロデュースのプロは前で、デュースは導くっていう意味があります。プロデューサーっていうのは皆さんの前へと作品を導いてますよね。何度も何度も導いて生み出しているので繁殖するっていう意味につながるわけです。リプロデュース、繁殖する。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。induce、誘う。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。in は中で、deuce はプロデュースのデュース、導くでしたね。例えば、部活に誘うっていうのは、部活というグループの中へと導いてますよね。induce、誘う。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。assemble、組み立てる。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。黄色の波線部分は一緒という意味があります。これはアンサンブル、合唱と同じ語源なんですね。合唱っていうのは歌を合わせる、一緒にするっていうことですね。組み立てるっていうのはバラバラの部品を一つにする、一緒にするっていうことですよね。アセンブル、組み立てる。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。アドレッセント、青年期の。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は方向を表す接頭辞で、波線部分はオールドが隠されてるんですね。大人になる、年を取る方へ向かい始めるのが青年期となりますよね。アドレッセント、青年期の。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ドラッグ、引きずる。こちらはシティテンシリーズですよね。これはドラッグストアのドラッグではありません。パソコンでのマウス操作のドラッグ&ドロップのドラッグです。ドラッグっていうのは動かしたいファイルをクリックしたまま動かすことですよね。それってファイルを引きずってますよね。ドラッグ、引きずる。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ジャンク、ガラクタ。これはシティテンシリーズですよね。これはジャンクフードっていうの聞いたことないですか？ジャンクフードっていうのは体に良くないファーストフードのことを言いますね。それって栄養にならない、つまりガラクタのようなものですよね。あと、リサイクルショップでジャンク品っていうのは不具合があったりとか部品が足らないもののことをものすごく安い値段で売っているものですよね。それってつまりガラクタ、同然のものですね。ジャンク、ガラクタ。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。ラグ、遅れ。こちらもシティテンシリーズですよね。ラグって言いますよね。映像でラグが発生するっていうのは乱れて遅れることを言いますよね。あと時間がずれることをタイムラグっていうのも言いますよね。ラグ、遅れ。はい、覚えた。ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。
脳にこびりつけ単語、こびたん、基礎編が終了しました。これで大学受験に必要な基本単語、はい、覚えたー！ありがとうございましたー！ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、覚えたー！